石碑が、字がある。どれどれ、ろ、に、ちゅ、と、てん。これは中国の古代文字、甲骨文です。仕方がないのでブローニャが読んであげます。ろ、に、ちゅ、と、てん。ブローニャちゃんも読めてないじゃん。おかしいです。この文字、ブローニャのデータベースに存在しません。フカ、この文字のことを調べてくれる？了解、姫子少佐。これは神州古代文字の一種。私も先祖代々から伝わってきた古書の中でしか見たことがありません。じゃあ解読できる？はい、試してみます。後世のゆかりある者たちよ、我は神州部族の長遠帝、我が妻紀賢縁はその身を犠牲に神州を脅かす魔物蚩尤をここに封印した。我が唯一できるのはここに石碑を残して伝説を記し、彼女の犠牲を後世に伝えることだ。遠帝？それって信州の伝説にある皇帝の紀賢縁と同じ時代の英雄？やはりここが旧友。不可、その続きは？この石碑に記されているのはここまでです。続きはおそらく他の石碑に書かれているでしょう。あれ見て、あっちにも石碑があるよ。急ごう。館長、今回の崩壊は彗星の逆行と関係ないですよね。ちょっと不安かも。もうキリがないわね。早く回避手段は選ばないわ。今回は何が手に入るか楽しみね。了解です、館長。ちょっと不安かも。もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。
よーし、ライデンチャーム。女の子にこんなことして、なぜ持てないのよ。で、よく手段は選ばない。うん、ショータイムの始まりだ。あいあいさ、絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。はっ、絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。ファイヤー、えい、よーせ、手段は選ばない。セッハッテッハッハッテッセッヘッセッ。女の子にこんなことして、だからモテないのよ。ハッヘッセッヘッテッ。思ったより簡単だったわね。心配して損しちゃった。どうやらここね。フカ、今から石碑の画像を送るわ。了解。ちょっと待ってくださいね。一年前、我が妻は最愛の精鋭長を残し、権限権を持ち、一人で旧友に入り、私友を封印した。我は、愛する者の亡骸を取り戻したい。だが、この海で旧友を探し出すのは至難の業。我は諦めようと考えていた。精鋭はそれでも諦めずに探し、ついにここにたどり着いた。しかしながら、精鋭はここで力尽きて息が絶えたのだ。泣ける。実家の空を思い出しちゃった。空？聞いたことのない女の人の名前ね。ブローニャ、シュラバオ探知。誤解よ誤解。空は私が昔飼ってた猫の名前。体は白くて尻尾が金色。今は猫の話で盛り上がってる場合じゃないでしょ。フカ、続きの内容は？この石碑に記されているのはここまでです。最後に、精鋭が進むべく道を導いてくれるって書いてあります。よし、じゃあ早速次の石碑を探そうか。カンチ、ここは譲れないわ。来て、手段は選ばない。私の番ね。チャージ完了。
これが最後の石碑だわ。画像が届きました。内容を伝えますね。残念なことに、我がここにたどり着いた時には妻の死からすでに1年が経っていた。我はその亡骸すら見つけられなかった。唯一の形見である顕炎剣も所在が分からず、我ができるのはここに石碑を建て、彼女の偉業を語り継がせること、そして彼女の最愛なる精鋭長の彫像を彫り、彼女のそばに永遠にいさせてあげること。
それって全部？はい。でも遺体が消えたってことは、その遺体の精魂も消えているってことよね。ああ、くそ。まさかここまで来て無駄足だったと。姫子、大丈夫かな？まさか彼女にもこんなにすごい落ち込む時があるなんて。そうだ、あそこの彫像が精鋭彫ってやつでしょ。ちょっと調べてみようよ。彫像？石碑にも記されていたでしょ。精鋭が導いてくれるって、もしかしたら何か秘密が隠されてるかもしれないよ。艦長、艦長、次の目標は何ですか？女の子にこんなことして、だから持てないんですよ。ヒロイもバルキリーの任務なのかしら。あいあいさ、絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。やっ、あいあいさ、あいあいさ、わかったわかった、わかったわかった。Yes!
なのご飯を作らないといけないのに。了解です、艦長。艦長、次の目標は何ですか？女の子にこんなことして、だからモテないのよ。了解です、艦長。もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。この彫像は精巧に作られてるけど、ただの石のようね。精鋭が導くか。もしかしてこの精鋭の頭が向いてる方向に何か秘密があるとか？頭が向いてる方向は石壁しかないけど、まさかこの後ろに何かが隠れているの？見てくるわ。特に何もないみたい。やっと私を探しに来たか、汚れた人間ども。声、石壁が光ってる。崩壊エネルギー反応上昇。壁が姫子少佐の崩壊エネルギーに反応しています。姫子、早く壁から離れて。これは姫子少佐、壁に吸い込まれちゃった。
もし崩壊エネルギーを持つ人が触れると吸い込まれるなら、私たちもきっと入れる。早く追いかけなきゃ。なんだろう、これちょっと不安かも。セッ、セッ。艦長、今回は何が手に入るか楽しみね。セッ。今回は何が、キアナちゃんたら、こんな時にどこに行ったのよ。キャッ、ライデンチャーム。任務完了。待機モードに移行。準備万端。これ以上は手加減しないわよ。にゃんにゃん。やっほー。壁の裏にこんな広い場所があるなんて。でも、姫子少佐は見当たらないわね。探索装置にも反応なし。仕方ない、探してみよう。まあ安心しなよ、あの姫子だよ、きっと大丈夫。そうだキアナ、さっきの壁の文字がちょっと気になる。あれは神州で古くから伝わる邪悪を封印するための呪文なの。ここは一体何のための場所だろう。とにかく、また何かあったらすぐ私に連絡して。了解。あいあいさ。ロックト&ローデット。ふっボロボロなやつは治療の代わりにメイ先輩の愛が欲しいな。あいあいさ。わかった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 。美少女味のラーメンを食べたいね。
よ。ちょっと不安かも。ここは譲れないわ。お気遣い。女の子にこんなことして、だからモテない。手段は選ばないわ。Thank you.
者グングニールファイヤー、わくっぱやっちゃあはっあやふっぱふっちゃあはっつっかふっちゃあはっわくっぱはっちゃあはっあふっぱふっちゃあはっふっぱふっこんな簡単なクエストのために呼び出さないでよ。